今パールピンを散らしてみたんですが、こういう感じでパールのピンを刺してあげるとちょっと上品な雰囲気になるので、皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしております、ゆうきと申します。よろしくお願いいたします。今回は肩ぐらいの短めの方でもできるアップのアレンジのご紹介になります。普段使いやちょっとしたお食事会とかそういう場でも使えるアレンジになりますので、ぜひ参考に作ってみていただけたらと思います。まずベースは絹糸のストレートアイロンで毛先を内に巻いておきます。まとめたりした時に毛先が内に入っててくれると出てきた時にまとまりやすいので、毛先だけでも内に巻いておくとアレンジしやすいです。まずトップの髪をまとめて仮留めをしておきます。と下の部分を2つに割ってここで結んでいきます。こちら結んだら結び目ゴムの上に穴を開けて、この毛先を下から上に通していきます。頭皮の方に毛先を当ててギュッと絞っていきます。反対側も一緒にしていきます。襟足を上げていきます。仮止めしていたトップの部分を一度下ろします。サイドはねじって後で使いたいのでちょっと分け取っていきます。耳横ぐらいの前の髪の毛をこう分けて残しておきます。でサイド以外の後ろのトップの髪の毛はまとめてあげてゴムで結んでいきます。お団子状にしてまとめたら、結び目を押さえながら毛束を引き出してほぐしていきます。真ん中のお団子にした部分はピンを使って留めておきます。両方からこう刺してあげると固定しやすいです。残しておいたサイドの部分をまとめていきます。ちょっと顔周りを降りる部分だけ残しておいて2つに毛束を分けます。でねじってまとめていきます。少しずつ毛束を足しながらねじっていくと編み込みのような雰囲気でまとめることができます。こんな感じです。そしたら後ろの方でピンで留めていきます。反対側も同じようにと残しておいた顔周りの毛はアイロンをちょっと縦に入れてあげて巻いていきます。縦に抜くとこうくるんとしたカールができるので、カールアイロンで巻いたような感じに仕上がります。仕上がりはこんな感じです。普段のアレンジの時はこういうバレッタとかを最後につけてあげても可愛いですし、あとは今パールピンを散らしてみたんですが、こういう感じでパールのピンを刺してあげるとちょっと上品な雰囲気になるので、
お食事会とかお呼ばれの時のセルフアレンジにも使っていただけるかと思います。